What's going on, my dog? You です。いきなりですが、僕は Netflix ユーザーです。海外ドラマを見れるサービスは5万とありますが、海外ドラマ話をしたいけど何を使えばいいかわからないっていう人が多いと思います。なので今回は Amazon プライム、Hulu、Netflix を1年間使い倒した僕が使った感想を赤裸々にシェアしたいと思います。まず Amazon プライムですが、はっきり言うと英語学習にはお勧めしません。Amazon プライムは月額408円。学生だと月額159円で見れる完重視レベルの料金にも関わらず、大量のドラマや映画、オリジナルコンテンツが見放題という破格のサービスなのですが、最大の難点は英語字幕がないってところですね。僕も最初はパラコチって字幕なしで見てたんですけど、全く効果がありませんでした。なのでそこをやりましたね。ドキュメンタルだけ見てます。次に僕はHuluに乗り換えました。ある日ドミノピザでマルゲリータピザを買ったら、それと一緒に1ヶ月無料体験チケットをもらったので即入会しました。Hulu は月額933円と少し高めですが、英語字幕対応作品は合計で259作品あり、フレイズなどの有名ドラマも字幕ありで見れるので、 Amazon プライムとは気にならないくらい英語学習がはかどりましたね。しかしその中で海外ドラマの字幕対応作品はわずか37作品しかなく、ある日ドラマを見ようとして英語字幕がなかった時に、毎回天からチンと落とされる気分で、その日の英語学習のモチベが一瞬にして消え去るという経験を何度もしました。そんなこんなで次第に Hulu への気持ちが冷めていったんですね。そんな時に新たなのが Netflix でした。月額料金が最低800円と Hulu より安く、英語字幕に対応しているのが2644作品と、ワクワクして、さらにはアカウントの共有が可能なので、英語学習に興味がある友達にゴリ営業を仕掛けて、1200円のスタンダードコースを2人で割って月々600円で見ることにしてやった。ちなみにアカウント共有に関しては Netflix の社長さんが OK と言ってるので安心してご利用ください。そんなこんなで Netflix と Hulu の不倫生活が始まりました。 Netflix には Hulu にはない大量のオリジナルドラマがあり、内容も面白く、ほぼ全て英語字幕対応なので、見れば見るほどハマっていきました。しかし僕は Netflix を見るためになぜか Hulu への罪悪感に苛まれ、せめてもの報いとして Netflix でも見れるドラマをわざわざ Hulu で見てた時もありましたね。しかしそんな関係も長くは続かず、ついに僕は Hulu と決別し、 Netflix と今は幸せに暮らしているわけになります。まあ結論から言いますと、英語学習という視点で見れば Netflix が最高です。でも Hulu でも全く問題はないです。なんで英語学習をするならこの2つで間違いないですね。もし海外ドラマ見たいけど何で見ようかなっていう人がいれば、ぜひ参考にしてみてください。 See you, bye!